なんか道は動いてて、ちょっと待って、落ちない、あとちょっとで全部落ちる、落ちたかな、ほとんどの、あ、まだあったか、入ってた、なくなったかと思った、なんかね、ついてたんですよ、メイクしてる時になんかあれかな、コンシーラーとかついちゃったの、めっちゃなんかいろんなところついてない。なんで？あ、押した、全部押した。こぼしたわけじゃなくて、なんかファンデーションかコンシーラーが。気づいたらついてた、なんか暗い、ここにいる、はい、倒れちゃうんだ。水守ってないです。できないもん。今日さ、なんとなくついてるし、いつもお話し会の時さ、基本ストレートで耳かけてるんだけどさ、下ろしてるとさ、お話し会で画面だとすごいさ、顔が暗く見えちゃうから、こうここにあると耳かけないと、なんか耳かけてるんだけど、じゃあなんとなくツインした、でも巻く時間はなかったからストレートストレートツインやんないからさ、今ほぼほぼ久しぶりにした、あ、バッグは、ごめんなさい、ね、結局ね、違う、あの、あれ、小気味のじゃなくて違うトートバッグにした、ん、誰か人いた、あ、待って、言って閉めてな、ちょっと待って、ね、閉める、
私はトートバッグにした。みぞちゃん会えた。結局会えてちゃんと渡せた。今日みぞちゃんプレゼントを買いに行ってて、買って渡せた。あ、ごめんね、スケジュールなんか変えたり変えなかったりで結局変更せずにで。レッスンがね、なくなるってなったんだけど、結局することになったので、結局このまま時間変えれなかった。結局そこの後レッスン、書類もやった後、今日はその服で、これやばいでしょ、この服でレッスンしてたら動きづらい。今日はこの服が終わった後はもうレッスン着です。着替える。この服が終わって、これが終わったら着替える。じゃあ次の枠はレッスン着でして、レイナちゃんと売れた。レイナちゃん、そう、 LINE 返した。でも今日は直接会ってない。15分で気が…15分しか空いてない。もっと空いてるくない。ちょっと待って、これこの枠15分…20時15分までじゃなかったっけ。違う、30分なかったっけ。間30分あるはずだけど、まあ15分あれば余裕で着替えれるけどさ、30分なかったっけ。私の記憶が合ってれば間30分のはずなんだけど、あ、30分くん、あ、よかったよかった、合ってた。12分になったら教えてほしいです。19時12分今日は時間を確認するものが何もなくってですね、わかんないので時間確認する時計もないし、ここまで教えてほしいです。12分になったら、12分になったらと15分になったら教えてほしい。持ってくの忘れちゃった。もう一個保つ。アイス今日はね、あれ雪見たいふく食べた。今日ワイン決めたよ。今日もジャイアントコーンあったけど、今日は違うのが食べたかったから雪見大福にした。ももちゃん可愛くての初めて見た。可愛すぎるけどね。可愛く、こういう感じの服って好きですよ。最近あんま着てなかったかも。
最近、まあ最近そのレッスン着でいることが多かったけど、ね、私服でいることが少なかった。だからだ。こういう子も来たりするよ。意外と思ってるこういう子結構ある。こういう子も好き。あれなんだよね。そう最近そもそもさ私服でいることが少なかったから。私服っていうかさ、そうなんかレッスン着みたいな、レッスン用のズボンに T シャツは普通の私服のやつ着てるけど、いつもレッスン着でもそうなんか、まあ、T シャツ私服だけど、そうズボンがそうレッスン着でみたいな。とかこういうさレッスン着以外あんま着てなかったから。そうなの、これ言うほど暑くないよ。そんな普通普通だね。半袖だし普通にゴーグルもしないし。最近気に入ってるブランド、最近気に入ってるブランド、もうほんとでも変わんないかも。前とずっと前好きなのはそのメリージェニーとか、こういう感じの服のお店も好きだから、あんま知らないんだけどさ、こう知ってるのが少ないんだけどさ、これどこだっけ、アンクルージュとかさ、ああいうさアンクルージュハニーシナモンぐらいしか知らないんだけどさ、この服は違う場所だった気がする。でもこれはシークレットハニーみたいな、違うだっけ、シークレットハニー、これはこのこっちね、下のスカートの方見えないけど、スカートこの方がブラスは全然違うけど、あんま知らないでもお店、でもそんなにここのブランドは絶対いいみたいなこだわり特にないんだよね。今日の全身撮ってないからあげる予定ないです。なんかいつか来た時なかったっけな、こんな感じの載せてなかったっけ、分かんない、全身撮ってない、可愛いよねこの服。もうちょっと襟短い方が可愛いけど、めっちゃ襟でかいんだね。これしかないのかった、半袖のこれに合うブラウス、このスカートに合うブラウスがめっちゃ襟がでかいやつ、こんぐらい、こんぐらいでも、今日のショップで服買ってない、プレゼントしか買ってない、自分の何も買ってない、みぞちゃんのプレゼントと妹の誕生日プレゼント買った、妹7月11日誕生日だった、あげてなかったから、そういうこと、双子の妹だっけ、双子なんかいないよ双子なんかいないですよ私の兄弟に。あ、自撮りはしてる、自撮りしてるけど全身は撮ってない。妹みぞちゃんと一緒のやつに買った、そうなんか店員さんに聞いて、そこの店の人に聞いて、何がいいですかねって話してたら、もう一緒のが似合いそうですけどねみたいな、そのリップにしたんだけどみぞちゃんって言ってたから、なんかね、そこのお店の香水もアイシャドウパレットも良さそうだったんだけど、妹に聞いたのね、香水とかどうって聞いたら、うん、香水匂いが分かんないから微妙って言われて、アイシャドウどうって聞いたら、アイシャドウ微妙って言われたの、微妙って言われたからもうリップにしちゃったでも同じ色のやつあげた、みぞちゃんと
じゃあケースも選ぶやつで、ケースも同じやつにしちゃった全く一緒のやつあげちゃった。あげちゃった、あげてないかもな、選んだ。それが似合いそうって言ってたから、そこのお店の人が。どうした、結局一緒ね。そう、全く一緒です。伊沢ちゃんと妹にあげるやつ、一緒の2つ使ってでした。そう、もうちょっと水尾ちゃんおそろい香水あげようと思ったんだよな。そう、確かにね、確かにそうなんだよね。香水ってね、あれだもんね、結構好みが分かれるもんね。確かにそれはそうなんだよね。私が好きでも妹が好きか分かんないしね。食事食べたことある、どんな質問どんな質問あるよ、あるある、普通にあるキャネル、キャネルは前食べてないですね。お腹すかなくて前食べてない。プレゼントするときリクエスト聞く、何がいいって聞く。家族とかだったら、その友達にあげるときは聞かないときもあるけど、家族は基本聞くね。だって欲しくないものあげてもって感じだから、基本聞く。家族は何が欲しいって。そう、リスもついてるです。もうこれ取っても跡がついちゃってるからさ、ずっとやってるから取らない。もう金のエンゼルあげたら絶対いらないって言われるよしかもさ、自分が持ってる2枚だけ、2枚だけもらっても何もできないいらないでしょでもまだエンゼルもらってもな、あれだよね、そのなんか集めてるとかじゃない限りさそれをさ、これプレゼントって、誕生日プレゼントってもらってさ、なんか微妙すぎない。いや、なんかさ、こうなんかめちゃ集めてる人でみたいな、こう何もない時にプレゼントでみたいな、これなんか温かくあげるよぐらいの感覚であげるんだったらあれだけど、なんか誕生日プレゼントでさ、銀のエンゼルとかもらったらちょっとびっくりしちゃう。ありがとうってなるよね妹別に集めてないからいらないって言われそう。まださ、5枚あげる、まあまあ それでもらってもだけど、そこまで興味ない人がさ、もらっても銀のエンゼル5枚とか金のエンゼル1枚もらってもさ、あれだけど、集めてる人だったりかもだけどね。
ないな、ちょっとあの間違えた、下げちゃった間違えた、下げる方しちゃった。全然写真撮ってないよ今日は。ない。やばい、多分この服着てる写真どっかにある、インスタ。ツイッターもあるかな、インスタにはあると思う、どっか。わかんないけどいつ投稿したか。多分投稿してるはず、いつか。全身じゃない気がするけど、その時も。そこは知ってるはず。あ、でも自撮りをしてるんで、あ、やばいやばい、蹴っちゃった。椅子の足を、足が当たっちゃった。行こうか。ヨカちゃんもこれさ、私最近つけてなかったけど、今日はなんとなくつけてみたなんとなくつけないでも、そんな持ってるのは持ってるけど、最近なんかめんどくさくてつけてないですね。持ってるけどね、つけてる時あったけど、毎日が出かける時つけてる時もあったけど、最近はそんなつけてないめんどくさくてつけてないでも匂いが強いやつはちょっと苦手、自分でつけてて自分で気持ち悪くなっちゃう匂いで。だから苦手だから、そんなきつくないやつ。今日はなんか前にさ、ショールームのさ、イベントのさ、なんか何ポイントで達成みたいなやつで、達成したやつでいただいた香水、あれつけてる。初めて使った。去年11月に投稿、冬に投稿してた半袖の写真。嘘、それ長袖の方じゃない、こうスカートのは一緒だけど、ブラウスが違うやつかも。でもこれ両方、あ、でも着てたっけ、え、冬に着てたっけ私、11月。あ、分かんないよ、じゃあ見てないから携帯がもう一回あったら見れるけど、今ないから分かんない。もういつのイベントか覚えて、確かに。あ、でもそれはお正月ぐらいだった気がする。お正月か、こう年末かのなんかやつだった気がする。確かに、お正月か年末かどっちかか、クリスマスか覚えてないなそのぐらい、そう、達成していただいてつけてたんだけど、めっちゃいい匂いがする香水。4月頃のインスタント投稿できてる。4月頃わかんないよって後で見てみる、後で見てるね、ちょっと今見れないからわかんないやなんかね、こう冬も着たりしてるんだけど、このスカートのやつ、この下こうバラバラでさ、こう冬はこうブラウスがなんかこうヒラヒラみたいな、レースが20ぐらいになってるやつ上を着てるのね、長袖のブラウスで。でも夏はこのこれにこの大きい襟が大きいブラウスのやつできてる。デコルテっぽいの好き？初めて言われた。デコルテってここでしょ
どういうこと？デコルテっぽいの？初めて言われた。デコルテっぽいの好きだ。鎖骨っぽいやつ。どういう服それ。でも T シャツでここはめっちゃ出てるな。そんな好きじゃないかも。ブラウスはさ、どうしてもさ、こう首が詰まってるのもよくあるけどさ、詰まってないのも多いから、ブラウスは好き。 T シャツでここは結構開くのはあんま好きじゃないかも、まあ、詰まりすぎてるのもあんまりだけど、なちょうどいい普通ぐらいのやつが好き。普通ぐらいのT シャツだとね。今日は火薬ご飯、炊き込みご飯を作りました。京香ちゃんの家ではなんていう、炊き込みご飯普通だ、多分普通に炊き込みご飯、他普通に炊き込みご飯っていうな。それに変わった言い方しないかも。それこう混ぜご飯は違う、別混ぜご飯も炊き上がってるお米にさ、ご飯にさ、なんかいろいろ入れてさ混ぜるやつでしょ。炊き込みご飯はもう最初お米を炊くときに具材を入れて炊くのが炊き込みご飯だよね。だから違うと思うけど、一緒に炊くか炊かないか、だと思うけどね。最初には誰かいるかな。でもカレンちゃんはいるよ。カレンちゃんそこに今もいるかわかんないけど。いた、一緒に、そう一緒に入ってきた。だけど今もいるかわかんない。かわいい。またないかな、このさ、クマがもらいますみたいなやつ、前やってたやつないかな。うん、そう、その時にやってなかったからさ、達成しなかったからさ、もらえなかったんだけどさ、またやんないかな、それ欲しい、このクマ。さすがにこれはね、取らない、持って帰ったらやばいか、持って帰んないけどさ、そういうのがあったら。お茶が落ちた。え、ないかな、また。今日髪。なんか悲しいな、一人そういうのってさ、グループの名前入れてさ、チームとかなんか悲しいな、一人ソロ今あれだよね、シアルカップやってるよね、2日目。どこが勝つんだろう。あのなんかさ、シアルカップのさ、こうなんか景品、賞金みたいなやつ見たんだけどさ、すごいね、なんか2位だけな、1位300万って書いてあって、確か、え、すごっと思って2位見たら、なんかその CR の所属してる方のこうサイン入りの T シャツとか
で、なんかいろいろあって2位が、それとなんか充電がなくなってたと、なんで3位4位がなんかお米と、なんて、なんかお肉となんちゃらみたいなあった気がする。で、そう、2位と3位がなんかそんな感じの、似たような感じで、あとのやつはちょっと忘れちゃったけど景品が面白かった。え、1位見て、え、すごいと思って、なんかめっちゃ大会みたいと思ったらいや、なんかさすがだなみたいな。2位行こうびっくりした、2位見て。あ、ごめんなさい、一瞬充電のやつがね、ちょっと、まあ、モバイルつけ、モバイルで充電してから大丈夫。そう、でも見てないんだよね、昨日の電話。シアロカップバラバラの電話見てない。まあ D2 やってるけど、あ、2位が火星さんが選んだんだだからか、なんかちょっと納得するわ、じゃあいや、なんか1位でめっちゃちゃんとしてるからさ、なんかそんな感じなんだと思って2位見たらそういうことねなんか分かるわ、じゃあ。今日はね、久しぶりにね、ゲーム実況見たから、トロロちゃんの見た、今日はずっとトロロちゃんの、その出るまで、その準備終わって出るまで見てた、ずっとつけてて。いや、かわいいね、トロロちゃんふーちゃんのさ、配信時間数みたいな、ツイッチでさ、なんかその動画のね、時間見たら配信何時間してたか分かるんだけどさ、12時間とか書いてて、半日、12時間かな、14時間かな、かそんぐらいしてて、半日ぐらい、半日以上してた。すごいね、半日配信するんだよ。ね、めっちゃレイドしてた所々無音で見てたからさ、なんでそうなったか分かんないんだけどさ、レイドしたり。釈迦さん、それほぼ毎日、え、釈迦さん、え、そんなんだったんだ、そんなほぼ毎日半日ぐらい配信してるってこと。なんかめっちゃさ有名な人なのはこう最近知ったんだけど、本当にゲーム実況を見るようになってから、もう釈迦さんレジェンドみたいなで知ったんだけど、それまで知らなかったんだけどさ、ラストで知った、ラストでいや、それまでエペとかしか見てなかったから、実況、そのそうだから、ラストでいろんな方知ったかも。トロロちゃんも、でも釈迦さんの切り抜きとか時々だけど見る、面白いね。釈迦さんが切り抜きを見てる配信の切り抜きとか、そういうなんか、あとはなんか釈迦さんとかのなんかいろんなストリーマー配信者の方のこう面白いクリップ集とか
面白いんだよね、それも。誰々のクリップ切り抜き、なんかなんちゃら切り抜きを見る誰々みたいな切り抜きとか見たりするとき面白いんだよね、それ。なんかがめちゃくちゃ面白かったんだけどさ、そういうのみたい。そう、夜に一人で見て笑ってた。面白い。釈迦さんの切り抜きも面白いけど、釈迦さんが見てる、その釈迦さんが切り抜きを見てる配信の切り抜きが面白い。そういうの、その YouTube にいっぱいあって、その切り抜きやってる方とかチャンネルにそういうの見たり。でも釈迦さんの配信数回見たことあるけど、配信も数回ぐらいしかない。切り抜きは何回か見たことあるけど、めっちゃ長い切り抜きとかもあるの。短い切り抜きもあるけど、数分の切り抜きもあるけど、もう20分とかの切り抜きもあるの。それもそう見たりとか、時間があるときに。シンジって人が混ざって人にコーチングを頼む動画も面白かった。マザーさんは知ってる、なんかで見たことある。でも配信は見たことはないんだけど、名前は知ってる。シンジさん、シンジさんはちょっとあれかも、まだちょっと知らないかも。見てみるわ今度、覚えてたら。10分ありがとう。じゃあ、え、15分だよね終わるの。だから12分になったらランキングで。ガセンさんのラストの切り抜き、ガセンさんさ、あのストリーマーサーバーのさ2回目の方、この間あったやつの方のさ、ガセンさんのところがめちゃくちゃ面白かったって聞いたから見たいんだよね、その切り抜き。見たい、まだ見てない。ガセンさんの釣り堀いや、なんかおすすめで流れてきたんだけど、切り抜き、そう、なんか逃げれないやつみたいな。なんか違ったっけ、そんな感じ。流れて、なんかこうおすすめみたいなさ、 YouTube でさ、こうあったんだけど、そ、見なくってさ、その時。そう、見ればよかった。オイスタクシー腹かいてるな。オイスタクシーね、めっちゃ面白い。私あれね、深夜に見てて、一人で一人で見て笑ってた。あ、ジェニファンありがとう。面白いよね、いろんな人のオイスボイスがなってる。ちょっとめっちゃオイスが売れまくるやつ。面白い。では13位からランキング見ます。13位、イルカさんありがとうございます。次12位、カサさんありがとうございます。11位、タルパさんありがとうございます。次 10位、マルさんありがとうございます。9位、シーサーさんありがとうございます。8位、カズさんありがとうございます。7位、たまごサンドさんありがとうございます。次6位、ムムさんありがとうございます。
5位トワさんありがとうございます。4位ラボーナさんありがとうございます。3位ウノさんありがとうございます。次2位ラスカールさんありがとうございます。そして1位がグランツさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとう。次の配信は、19時45分からです。次はちょっと着替えるのレッスン着に、もうこのこれ着てるのはこれが最後、私服は今日あの最終枠ではなんだっけ、明日の配信スケジュールはちょっとまだ決めないです。あ、だから7午後で決めようかなと思ってます。夜にかな、明日の配信スケジュールは。少しあ、顔殴っちゃった。あと1分なったら教えて時間、そしたら切るわ。じゃあありがとうございました。また後で30分後バイバイ。時間になったら教えてください。わかんない、時間が、時間、あと30秒、ありがとう。意外と時間あったわ。あと20秒。15分になったら切ります。あとちょっとだ。じゃあありがとうございました。また後でバイバーイ。